これさっぱいんだって鈴江さん来てるからサビライダーそう持ちながら君君ね実は正式には2回歌うんです。なぜなら君がよって歌詞はね読み人知らずなんだけど和歌なんですよ。和歌っていうのはやっぱり重ねの文化というか何度も登場するんですね。だから私たちその神社会の集まりとかでは君が代は必ず1回ではなくて2回必ず唱和するっていうのを歌詞の中でさざれ石の岩尾となりてっていうところがあるんだけどそこもさざれ石って皆さんご存知ですか。はい、そうだからさざれ石っていう名称なのでよくさざれ息継ぎ石のって歌っちゃう人がいるんだけど正式にはさざれ石のまでで一息。さざれ石っていうのはちっちゃなちっちゃな小石が集まってそれが一つの石になってるですね。だからそのようにみんなそれぞれが力を合わせることで一つになってるっていうだからそれがさざれ石の岩尾となりてコケで強くなる硬くなるでしょ岩尾それがコケが結ばれ皆さんの世が豊かでありますようにって単に天皇陛下のことだけ言ってるわけではなくて君って私の目の前にいるアイミーのヨガ続きますよねそれぞれ皆さん頑張ってください。もう一つ言うと君が代の君っていうのはあの日本史の特徴でもあるしもっとちょっとあの一つ豆知識として日本の神話の中で最初に誕生した男性と女性って誰かご存知の方いますか。アダムとイブですか。西洋版あの日本版アダムとイブ、うん、ゆかりゆかりわかるイザナミそうイザナキとイザナミイザナキとイザナミでそのそう気づいたそうキミでしょイザナキイザナミ、うん、あそういうことそうだから尊称のことでもあるので君っていう意味はすごくいろんな深い意味があるので、まあ、戦後いろんな解釈で、まあ、君が代がね歌われない現場もあるけれど本当は純粋にそうじゃないあなたのヨガっていう心のこもった言葉と意味があるのでそれをしっかり、ね、神社清掃をやってらっしゃる方には知ってもらえたらと思ってちょっと学術的なお話を積極策になったかもしれませんが、それが君が代なので、今日は2回斉唱させてください。はい。はい、神社向いた方がいいですか。そうですね。新鮮だな。はい。Oh
ったです。本当に仲間に入れていただいてありがとうございました。いやさか、いやさか、この言葉も共に栄えるっていう意味です。やさか山と感じて受け取ってもらえたらいいなってシンプルに思います。